信号の平和力など発車フレンチです。今日のはブルーで、長崎と松浦は新規動線や、アメリカと違い、暖かいところに生息するホワイトファイバーは、体が小さいのが特徴です。現在、世界で約200頭が飼育されています。野生では見ることができず、1951年、インドで捕獲されたオスの子が最後の記録です。インドでは、神の自然と信じられ、姿を見た人には、幸運が訪れるという伝説があります。ずっと動物を脱走するために